松本人志は、日本の元政治家、元警察官、著述家、元高砂市議会議員、元兵庫県警察勤務、兵庫県高砂市生まれ、神戸学院大学法学部法律学科卒業、法学士、高野山大学大学院文学研究科修士、家庭修了、文学修士、警察勤務時代より、柔道、剣道、空手道、逮捕術、 重手術、補助術、浄道、琉球古武道などの武道稽古に興味を持ち、警察官を退職後は、東山八原道の選抜に従い各地の山岳主原の霊山に登頂し、主原道の歴史、伝承、祭祀、作法など学ぶ。中国に渡航し、チベット自治区で、チベット密教の寺院や、西安、洛陽、聖都、天台山などの仏教遺跡を探訪する。 兵庫県警東灘所勤務時代、暴力団構想事件での貼り付け警戒勤務に、関しての特殊勤務手当、超過勤務手当等が支払われなかったことや、当時東灘所員の間で、公然の事実として囁かれた、所経費の指摘流用や、裏金疑惑について、東灘所長や警察本部長に、旅費、消耗品費、備品購入費、高熱水費、食料費、 報送費などの不正疑惑を具体的に列挙し、内容証明郵便で質問状を出し事実の究明をしたが受け入れられず、退職後、同県警並びに上司の幹部警察官らを相手取り、神戸地方裁判所に訴訟を起こす。1987年に第三書簡より、兵庫県警の内部事情について告発した交番の裏は、闇を出版、一役ヒット作となり、 警察官による内部告発本の走りとなった。1990年より高砂市議を務める傍ら、月刊誌、週刊誌、宗教誌で西日本各地の民間信仰、伝統祭司、風俗週刊、怪奇譚などの探訪記を書いていたが、最近は趣味の歴史小説で、静岳合戦、南京城一番やり、小栗方眼伝説、カシムコジ、 明治警視庁後には、番、よりまさこぬえ、大治、安倍左大文、丹波八条合戦、年流の見学、明治四年は後半種の仇だち高野山など、歴史特本、歴史と旅、月刊タイムス、新雑誌 X をはじめ、地方誌や同人誌、ミニコミ誌などで短編小説を発表している。高野山大学大学院に学び、 近畿地方の密教や修験道書園の神社寺院を訪ね、奇襲熊の古道を踏破し詳細に調査して作成したという膨大な研究論文が当該分野研究者の間で高く評価されている。ありがとうございます。